AJ ユナイテッドアーセナルクラブセレクション FP ガチャ。こちらアーセナルの FP なんですけど、はい、いやーマジでこっち熱くねえか。ちょっと見てみます。俺オバメがとりあえず欲しいなって感じはするんですけど。オバメ、いやオバメがモロ能力上がってるからね。これやばこれ欲しい。これやばいぞ。ということでもう行っちゃいますか。しかもこっち全部黒だもんね。そう頼む雷。うわドキドキするこれ。ボックスドラより数少ないから。確かに。あ例のあこれ雷じゃないんだ。だから最終的に90超えないのか。そうだね。ちょっとその誤差はあると思うけど、うん、いやまあいいでしょう。さあ2回目いきます。オバメ来たら大当たりだなこれ。まあ言っても俺昨日俺雷引いてますもんそうっすね。来い。いやラストか雷は持ち越されたな。なあかぶらなければね。あっ藤井先輩うわ嬉しいな。だって俺が持ってるやつよりも、うん、てか黒玉になってるしな。そう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 。えっちょっと、まあ前のやつでもね普通のやつでも99-99になるんですが、ね、いや早すぎるな。いやベジリン先輩育てるしかねえよこれ。よしラストいきます。いきますか。もう雷でしょここ頼むよ。くそ誰あとはニュー。おニューだ。おおマッテオ・グエンドゥチ。いや相当若かった。ちょっと待ってこれ19歳で黒玉。これ逆に当たりかも。えこれ来たな。これ一番の大当たりだ多分。これ来たなこれ。こっちだなこれ。雷にばっか気を取られてたけど多分これこれ、ね、マックス値を考えたところ時に、うん、とんでもない能力だこれ。そう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 。やば。はい。おお。ということでいや結構良かったね。うん。いや最後の選手が多分一番当たりじゃないかなって気がしますね。うん、ということで、はい続いては樹海さんね引いてくださいよ。オーバーメンいきます。ということで僕のガチャ場面どうぞ。ということで、はい、対人戦の方ができるようになりましたね、やっとよかった、マジで。いや、本当によかったよ。アーセナル、引いといてよかったわ俺マジでショックなんだけど、これ本当にこれだけやな、これでかいよね。だってさ、そのままもらえるわけでしょ、別になんか。そう、お知らせでは35分の間に引いた人は、しかもクラブコインも返却されるし選手もそのまま引き続き使用可能というお知らせが入ったんだよね。これはでかいよね。これでかい。そうだから今回は、はい、まあ、あの伝説のガチャ、ね、はい、もう今引けなくて多分後日出るとは思うんだけど。そうっすね。そのチームを作りました。その FP ガチャで引いた選手を作ったので、はいはいはい、ぜひ樹海さん戦ってみたいなと。僕は前の FP、はい、俺が1個引けた方の FP の方 は、はいはいはい、ちゃんとあるんでちょっとそっちで今回スカッと組んできました。はい。あのなのでちょっとかぶったやつですそうよ。しかもさ俺2人目まで全く一緒で3人目まさかのかぶりだったやつ。ただ A さん2体だと思うなよ俺の FP が。西なてか俺本当に残念な話なんだけど、うん、2回 FP 来てんすよ。6体本当は被んなかったらいるはずなのに俺3体しか持ってない。今までの FP 全部でこの選手たちだけだよね。そうです。貴重ですねそうかそうか。だから俺もう西が3人被って。そうっす。で今回あのセンターバックの選手が1回被っちゃってるんですよ。なので俺アーセナルのあのガチャにめちゃめちゃ期待してたんですよ、はい、そしたらまさかのこんなことになってしまって。ただまだ来るということなんでね、その時は、はい、そうしたらオバメ引きますね。あれ欲しいよね。いやマジでこのローカルマッチができるようになったのは良かった。マジで助かった、ね、これでできないとかだったら本当に俺激横プンプンマンだよこれ。なんか久しぶりに聞きましたねそれな。今は多分ないんだろうな激横プンプンマン。それ何から来てんのか俺ちょっと知らないんだけど、なんか学生の間で流行ってたみたいだから元ネタが分かんないんだよね。ねえ、だってムカチャッカファイヤーだかなんか怒ってるのがあるんですよ。何それ。そう、なんかあるらしい。あとギガンティック。ああ、それはちょっと知ってるかも。なんだっけ。
な。まあ、ということで、ベジェリン先輩だよね、サイドバック。そうです。え、髪の毛めちゃかっこいいね。めちゃかっこいいっしょ。ちょっと調子の影響で、今回グリーズマン選手とオーエンさん変えてます。あ、でなるほど。モドリッチ選手と、はい、カンテ選手を今ちょっと変えました。入れ替えされてるということで、はい、OK です。俺は変える選手、めっちゃ調子いいじゃん。俺引けてない上に負けなんてなったらもうショックだよ。メンタルいかれるなこれ。いや本当にいかれるぜ。さあ行きましょう。で俺まだどの FP も本当の注目選手みたいな引けてないからね。あ、怖い怖い、危ない。ガストン、ガストンってなんかディズニーのキャラクターでいるよね。違います。あの美女と野獣でガストンだ。ガストンか。ガストン、ガスパールってやつもなんか富士急にいるよね。ああ、ない。いや、やるじゃんか。え、うちの FP ですから今のキーパー。そうだな。ちょいちょいちょい、そんなじゃないっす。いや、そんなとこにいるんだね。いや、ただこれキーパーさんは確かにあるんだよな。俺オブラクだから、その点は適合率とかも兼ね備えてるからな。いやいや、せめて試合ぐらいは勝ちたい。え、ちょっと待って。よし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 。そう言った矢先。OK。試合ぐらいは勝ちたい。今言ったばっかりなのに。さあ、風見色じゃないんだよね。風見色なんだよね。そう、風見色なんだよね。上げてみるか。お、ナイスベジ。で、風見色弾丸。え？少林サッカーの厚さ今。だから俺であれで決めたことがな。そうだね、A さんが先決めちゃったんだよね、確か。しかもなんか白玉のやつじゃない気か。そう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 。うわぁ、 OK 抜けたか。よし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 。さあ、ここでチェルシーのね 6-0 でちょっと負けちゃいましたけども、ここではちょっとチェルシー軍団活躍させたいと思います。うわ、これ運動会タイプ。さん、うわ、やべえやべえ、マジで FP を引けなかった俺の思いが選手に乗り移ってる感じだ今。それは呪いじゃないよね。呪いではない。一緒、ちょっと嫌な言い方じゃないで。いや、乗り移ったっつったから、乗り移ったってやっぱ呪いじゃないですか。あ、さあ行くよ。このゲームの中の顔も変わってんのかな、プレイして。うわ、マジかよ。ああ、よかった、切り返し、あぶれ。マジかよ、ダイレクト、ダイレクト、そこ。あ、マルセロ、マルセロ、マルセロ。お、いや、はえ、いけるんじゃない。え、マジかよ。あぶね。クリバリとルーベンだからね。クリバリとルーベンコンビ。そう、ちょっとルーベンを勉強してもらおうと思って。ああ、育成係ってやつか。じゃあクリバリ、やっぱディフェンスの変態だからね。お前変態覚えるぞ。やばいな、変態だけ覚えちゃったらちょっときついかも。あ、やばい、おい、ざる、あべ、用意ドンがすごいな。やっぱね、あれ攻撃にはねめちゃめちゃ使える。運動会大乱闘ではない、大乱闘ではない、大運動会、大運動会か。ああ、戦術いるんだよな。おお、なんであそこいるんだよ。よし、ここ決めるしかねえ、マジで。あ、おお、いいね。なんかシュート打て。いい、あぶねえ。また打たないかと思った今。4-2ね。やばい、前半からすごい点数の試合になってる。さあ、ここ風見ろ、そこ抜けるんかい。あ、おさえ。うわ、よし、ルーベン・ディアスからクリバリ。うわおい、はや、やっぱ師匠を潰してさ。いや、めっちゃ早かった、めっちゃ早かった。さあ、 FP から FP ね。まあ、今回取った FP じゃないんだけども。あれ、なるほど。うわ、強い。おい、あー、下がっちゃった、当たる。怖え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 、ちょいちょいちょい。おい、落とせとか。
どうしよう。来た。オッケー。いやー。いけラスト。西。悪いな、人数合わせ全然合わない。おーよしよしよし、4人か。よしよし、じゃあ後半いきますか。行きましょう、ノッチンガムフォレスト。変えませんね、そういえば。確かにそろそろ変えてもいいかなと思ってるね。いや待った。うわうわー、マジでナイス。これが総合値92の力か。あ、オフラそんな強いのか。そうそうそう、うちの中で今のところ最強のゴールキーパーだから。よし、ナイス。足伸びたよ。逆いくか。うわ、西ちょっとルベン。オッケー、ナイス、アザール。うわー、いけ、くつえ。オッケー、日本人つえな。あー、おー、やっちゃった。今止められたと思った。よし、来た。4-4 か。なんとか追いついた。やべえ、あと1本超え。よしよしよし、ナイス。オッケー。ええー、てちょっと、え、危ねえ。いやー、助かった。惜しい。そこ、そっちじゃない。ガストン、危ねえ。危ねえ。で、どうしようかな。リオネル左サイドいけるか。このなんか延長いくかどうかの。確かにな、俺はとりあえず一人残したわ。ちょっと怖いからな。なるほど、怖え。いや抜けた。うわー、ナイスキーだな。いや、クリベリがクリベリ多分白玉にいる可能性ある。クリベリいる、絶対いるぜ。リカルド・クリベリとかね、うん、なんか足今あれ痛めたよ絶対。いや、なんかなかなか崩せなくなってきた。サイド来た。お、あー、やべ、そう、ナイス。いや、神様いたら今日ぐらいは俺の方を味方してくれ。FP 引けてねえんだぞこっちは。それで負けたらまあ悲惨ってもんじゃねえのよ。運が悪いとしか言いようがありませんよ。あ、やばい、中くる、危ねえ、やべえ、やべえ、やべえ、ガストン。なんでいつも最後ガストンなんだ。あ、危ない。おい、プレッシャー半端ねえじゃん。ちょっと待って、これ今日出す動画だからさ、なかなか延長とかね、ちょっとあれなんだ。そうだね、尺的にね。そうそうそう。お、これ延長パティンか。いや、延長にはさせん。ちょっと待って、やったら負けたくもない。あー、マジ。いや、あ、打っちゃった。いけ、ヤン。ねえよ、もう誰かわかんねえよ。なんかベトナム代表にいそう、ヤンとか。確かに。いや、ちょっと待って。オッケーからの、いや、まだ取れてない。やめて。うわー、無回転だぞ今。うわ、マジ延長だ。いやよし、行くか。行こう。いや、向こうは伝説の FP 選手入ってるからな。だって35分だっけ。うん、35分以内であれ引いたやつしかダメという。うわ、やべえ。おい、運動会始まってんじゃん。始まってるよ。ガストーン。おい、バカ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 。よし、運動会だ、あっちは。こっちチャンスだぞ、カウンター。やべえ、あっちも運動会使ってくるか。これ、これはチャンス。切った。え、振り抜け。よしよしよし。いや、ガストンが起点になってんだけど、あいつ疲れてんだよ。やべえ、これはいった。マジか。OK、 やばい、来た来た来た、やばい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 。ナイス。うわ、抜けたよ。ただこの点取った後、ここが一番怖いからな。よし、運動会始まった。よしよし、あー、マジでガス。
オッケー。そこ繋がるのかよ。延長でこれはでかいぞ。後半あるからな、まだ。そこだよな。いや、全力で止めてくれ。あ、危ない。いけ。ああ、よかった。よし。うわ、2点差か。ここで2点追いつく。いける。ナイス。いけ。ちょっと後ろすぎたな。あぶね、クソラッキー今のは。そのままか、あれは。よし。いや。あげろ。うわー、危ね。杖クリバリ。さあ、メッシがいい動きしてる。マジかよ。見てみるか。危ねえ。頼む。お、ロナウド。え？お、ロッキー。クリバリ。ただいるんだよなあいつ。こっち。やばい。もう一回パス来るぞ。来なかった。よし。ラスト。ちょっと待って。唐突すぎて今。おい、最後まで。終了ラモスか。え、ちょっと待って、早すぎだろ、おい。あぶねえ、あぶねえ。いや、セルヒオ、なんであのヘディング。唐突なヘディングだ。樹海さん、ちょっとリベンジさせてもらっていいですか。俺、もう一個 FP のガチャ引いてるんですよ。俺と、あれですよね、同じやつというか。そうなんですよ。ちょっとそっち加えて今度、もう一社いいですか。本当は断りたいとこではあるんですよ。なぜなら、アグエロがいるから。やりましょう。よろしくお願いします。いや、怖いんですよ、単純に。あげるかということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。